我が家で飼育中のムネアカオオワリです。前回の動画1から育てるムネアカオオワリボリューム1では、新女王の採集から約1週間の様子までをお届けしました。その後も、この新女王は元気に過ごしていて、今回はですね、その後の約4ヶ月間の、様子をお届けしたいと思っています。ムネアカオオワリについて少しおさらいをしておきましょう。ムネアカオオワリは森に住む森林性のアリです。結婚飛行は5月の初旬から中旬頃にかけて行われて、日中から夕方頃にかけて女王やオスアリたちが空へ飛び立っていきます。今回我が家で飼育しているムネアカオオワリは5月の中旬に夜の森で採集をしました。結婚飛行を行った後の新女王は羽を落として巣を作るための場所を探して徘徊しています。これが採集した時の場面ですね。まあこう手と比べてもかなり大きいですよね。日本最大のアリになります。採集した新女王は家に持ち帰り、試験管の中で飼育を開始することにしました。翌日には産卵が始まり、前回の動画では採集後の1週間までの様子をお届けしたんですが、その時点で卵が十数個あるという状態でしたね。産卵も早かったですし、産卵の数も結構多かったので、とても順調で健康的な女王ということが言えそうです。まあ、ここまでが前回の内容ですね。さあ、それではその後の様子を観察していきましょう。こちらは6月13日、女王採集から約1ヶ月後の様子です。見るからに幼虫が大きく育ってますね。数は、ちょっと、まあ、目視ですが10匹ぐらいは幼虫が育っていそうです。採集から1週間後の産卵の数が10個少々だったので、その第一世代がこの大きさの幼虫まで成長したということが言えそうですね。それに、よく見ると、新しい卵も見えますね。いくつか、まあ、第二世代というんでしょうか、次の世代の卵が生まれています。すごい勢いですね。女王が幼虫たちの元から、一時的に離れた隙を見て、拡大をしてみました。幼虫たち大きく、成長してますね。幼虫のサイズにはいくつか、段階があって、1例2例3例幼虫というような感じで、年齢というか、成長の段階がこう移っていくんですね。ちょっとこの辺りは僕はあまり詳しくないんですけれども、まあ、そういった関係でいくつかサイズのパターンが見られますね。幼虫にさらに近づいてみました。こうやって見てみると、幼虫の体の表面ですね、産毛のような毛が結構、みっしりと生えてるんですね。卵がつるっとしているのに対して、幼虫はこういった毛があるのでちょっとこうくすんだ感じに見えますね。女王が戻って世話してますが、女王が1匹でここまで、育ててくれたんですね。幼虫の体は真っ白に近いですが、一応こう顔もあるんですよね。口もよく見ると確認できるんですが、見えますでしょうか。首のような部分は結構動かすことができて、餌をもらう時などは結構積極的に、首が動いたりします。ということでですね、まずは、女王採集からの約1ヶ月後の様子ですね。これぐらいの幼虫が育って、第2弾、第2陣のですね、産卵も確認できました。また女王の腹部もですね、結構より一層パンパンになっているので、きっと多分もっと卵を産んでくれるんじゃないかなと思っています。
6月25日、結婚飛行からは1ヶ月半ぐらいが経ちました。試験管の中を見ていきましょう。さあ、中には、眉がたくさん見えますね。これらは、第一世代の、幼虫が眉に変化したということですね。それから小さな幼虫はおそらく、1ヶ月後の時点で、産卵が確認されていた第二世代の、幼虫たちかなと思われます。ちょっと数はですね、これも重なっているので、いくつあるのかあんまりよく分かりませんが、まあ、少なくとも結構多くの数がありそうな感じですよね。はい、順調に、推移しているようです。7月6日、結婚飛行からは2ヶ月弱といったところでしょうか。試験管の中では、これ眉の数増えましたね。第一世代の幼虫たちはほとんどが眉になったような、段階でしょうか。それから第二世代は今、ちょっと小さめの幼虫になっている感じですかね。それから奥の方に、新しい卵も見えるので、まあ、これは第二世代と言えるのか第三世代と言えるのか、もしかしたら第三世代の産卵みたいな感じかもしれませんね。それから女王の腹部は少し縮んだように見えます。産卵のこうリズムが一段落したのか、ちょっと分かりませんが、まあ、ちなみにこの間の管理としては、女王の体力の補給のために、週に1度から2週間に1度程度少量の蜜餌を与えていました。肉餌はまだ与えていないですね。蜜餌のみの管理です。7月13日、ちょうどこれで結婚飛行から2ヶ月ですね。ご覧のように、初めてのワーカーが誕生しました。ちょうど2ヶ月かかった形ですね。はい、こちらがまだ生まれて間もない、色の薄いワーカーですね。まあ、どんなアリでも、生まれたばかりのワーカーは発色がまだ薄いです。そしてワーカーの、左側にですね、ミルワームの、かけらが見えますが、ワーカーが生まれた時点で、餌の種類をですね、蜜餌のみではなくてこの肉餌も与え始めました。まあ、一応ワーカーが生まれて、餌を女王まで運んでくれる役が生まれたということで、まあ、このタイミングで肉餌をスタートさせるようにしています。はい、そして実は1匹ではなくて3匹、まあ、この時点でワーカーが生まれていました。まあ、餌を、取りに行って帰ってきたワーカーが、女王に栄養交換をしていますね。餌を女王にあげているという感じです。はい、小さく華奢なワーカーですが、ちゃんとこうやって、働いてくれてますね。はい、この3匹のワーカーですね、これがこの時点で誕生しました。胸垢終わりのワーカーは、7ミリから12ミリほどと言われてますが、まあ、女王に餌を与えてましたので、この初期ワーカーだいたい8ミリぐらいのサイズがありました。まあ、でもまだまだ小さなワーカーたちですね。8月6日、結婚飛行から2ヶ月半少々でしょうか。ワーカーだいぶ増えましたね。この画面ですと9匹のワーカーが確認できます。まだ眉の状態のものもありますが、第一世代がほぼ孵化したような状態ですね。ワーカーが順調に羽化してきたということで、このコロニーによりしっかりとした飼育巣を用意したいと思います。まずこちらが、現在、胸垢終わりのコロニーが入っているものと同じ試験管ですね。この大きさに対して、まあ、どういったケースを作ろうかというところですね。こちらがよく我が家で使ってます9センチ、6センチ、2センチの、ポリカーボネートケースです。
小型種でしたら 2-300匹は入る大きさですね。胸アカオワリでしたら、そうですね、6-70匹ぐらいは入るんじゃないでしょうか。そしてこちらはより大きなサイズのもので、約12センチ、11センチ、3センチのポリカーボネートケースですね。まあ、これでしたら、胸アカオワリでも200匹ぐらい入るのかなと思うんですが、ちょっとまあ大きいですかね。まあ、現在はまだ10匹少々の初期コロニーなので、あまり大きすぎないものということで、そうですね、こちらではなくてやっぱりこれですかね。このケースを使って今回は石膏巣を用意したいなと考えています。ポリカーボネートケースを使って、シンプルな石膏巣を作成し、コロニーの引っ越しを終えました。9月29日、ちょっと時間が空きました。結婚飛行からは約4ヶ月半ぐらいでしょうか。胸アカオワリのコロニーは、元々の試験管巣から、新しいポリカーボネートケースの、石膏巣に移動しましたが、引っ越しに3週間ぐらい、時間を要しました。ちょっと、時間がかかりましたね。ワーカーの数は、現在21匹でしょうか。ちょうど第2世代のほとんどが、羽化をしたというような状況です。女王も元気そうですね。お腹もパンパンです。ここまでの間、女王は腹部が、このように大きいことが多くて、コロニーの状況を見ても、第2世代まで、順調にワーカーが羽化してますし、第3世代の、幼虫たちもたくさん生まれているので、健康的に力強く、産卵を続けてくれたんだろうなと思います。見ていて安心ですね。餌場の様子です。餌場には、こちらの小型の丸型、クリアケースを使っています。ワーカーが生まれてからは、週に1度から2度、蜜餌と肉餌を与えてきました。蜜餌に関しては、蜂蜜とメープルシロップと、アリスインアンダーグラウンドさんの、スイーツパウダーを混ぜたもの、肉餌としては主にミルワームを与えていました。すごいですね。巣内でみんなで栄養交換です。左右ではワーカー同士、真ん中では女王とワーカーによる栄養交換が行われています。餌場から、餌を持ち帰ったワーカーがこのように仲間に、餌を与えてるんですね。特に女王とワーカーは、女王が結構飲むんですかね、結構長時間栄養交換をします。まだ飲んでますね。この大顎の間というか、ちょっと下の部分にですね、実際の口があるんですけれども、そこにワーカーが餌を、吐き出してあげてるっていう感じですね。まだ飲みます。こちらでも左側でワーカー同士の栄養交換が行われてますね。そしてその下に、幼虫がたくさん見えますが、これがおそらく第3世代の、幼虫たちになるかなと思います。もう9月でもう間もなく10月ですので、この幼虫たちが越冬幼虫にならずに、今年のうちに羽化するのかどうかちょっと際どいところなんですけれども、羽化したら、おそらくワーカーの合計が、40匹とか50匹ぐらいに到達してくるのかなという量ですね。はい、結構、この世代多そうですね。そしてこれわかるでしょうか。
真ん中がですね、色の薄いワーカーで、こちらが第2世代のワーカーになります。周りにいるのが色の濃い、第1世代のワーカーになるんですけれども、第2世代の、ワーカーの方が少し体格が良いのがわかるでしょうか。サイズが少し大きくて、頭もより立派です。第1世代のワーカーたちは、女王が、1匹で育てたワーカーですので、栄養状態があまりまだ、十分ではなくて、とても小さなワーカーしか生まれないんですが、第2世代以降は、仲間のワーカーたちが世話をしてくれるので、より一層、栄養状態が良くなります。そうするとこのように、第2世代第3世代と、世代を、重ねるに、つれてですね、ワーカーの体格が少しずつ大きくなってくるという、現象が観察できます。それが最終地点まで行くと、野外で見るような立派なですね、兵隊ありみたいなワーカーが出てくるんですけれども、ちょっとこの部分でも若干そういったサイズの違いというのが感じられますね。これが見ていて面白いポイントです。こう見ると立派なコロニーになりましたね。ということで今回は1から育てる胸アカオワリボリューム2ということで、結婚飛行から約4ヶ月半後までの様子をお届けしました。コロニーからは、第1世代のワーカーが生まれて、そして新しい飼育室に引っ越しを行いました。その後第2世代のワーカーが生まれて、さらに第3世代が控えているという状態ですね。コロニーの中では、ワーカーの世代が進むにつれて少しずつ、サイズが大きくなっていくような様子を、垣間見ることができました。これからですね、10月11月と、時期が進んでいくと、コロニーは越冬状態に、入ります。越冬に入ると来年の春まではコロニーの成長が止まりますが、引き続き、コロニーの様子というのを、見守りながら観察をしていきたいと思っています。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。